おはようございます。釣り子 TV です。このパッケージ、釣り具屋さんでひときわ目を引きましたね。ついにですね、ジャッカルのメガポンパドール、これがですね店頭で発売開始されてましたね。フィッシングショーで先行発売されたっきり、いつ出るのかななんてね、ずっとね待っていたんですけども、羽物を今年はですね勉強しようっていうことでいろいろ買っておりますが、その中でですねこのメガポンパドールもね、大きい羽物のねどんな感じなんだろうということで、一つ買ってきてみました。何にしてもこのパッケージ、最近ねジャッカルね、このパッケージにすごい気合が入ってるっていうか、目を引くね。釣り具屋さんでもね、メーカーでその統一感があるっていうわけじゃなくて、本当そのこれっていうルアーごとに専用のパッケージを作ってるんで、まあ、こんな可愛いイラストが書いてあったりね。なんでなんか釣り具屋さんがちょっと華やかになりましたね。ジャッカルコーナー見るといろんな形のパッケージがあって、あと色とりどりな感じですからね、すごいね華やかな感じに釣り具屋さんが見えるようになってきたな、なんていうことで、もうなんだろうこれもう危険だぞっていう感じの黄色と黒をね主体としたこんなデザインなんですけども、かっこいいですねこれパッケージが。で色はですね、まだ店頭に並んだばっかりのタイミングでいろいろ何店舗か回ることができたんで、これ以外に迷彩みたいなカラーとか、あとはカエルみたいなカラーですね、そういったカラーいくつか選べたんですけども、まあね釣り動画なんかで、遠くでバーンってバイトした時なんかもね、映りやすいんじゃないかなと思って、このなんか超派手な色ね、これはビギットボーンっていうカラーみたいですけども、こんな感じのですねカラーがね、あったんで買ってました。じゃあ早速ですね、開けていきたいと思います。よいしょ、メガポンパドールね、こんな感じで、あ、はい、黒色のゴムを取り除いてご使用を願います。あ、はいはい、わかりました。あー、こういうでこうなってるんですね。はいはい、じゃあちょっと開けますよ。はい、出てきましたが、これは綺麗だな、色がね。ちょっと大きめのね羽物がねいくつか買ったんでね、そこまでね超でかいっていう感じではないんですけど、まあ実際に無理なく投げれるサイズ感なんじゃない。まあでも針はごっついのついてますね、うん、とんでもないなんかごつ針が搭載されてますよ。でぶっ刺し注意でボンと取って、でねパッケージのここに書いてあるんですけども、このゴムは取ってね、ボディに出荷する時とかに傷がつかないように、なってるのかな。ゴムでも取れんの、これ取る時になんか指ぶっ刺しちゃいそうなんだけど、気をつけて取らない。ゴムをこれプライヤーとかじゃないと取れないかな。あ、取れた取れた。ちょっとねこれ取るときね手ぶっ刺し注意ですよ。この針を解除する前にねこの取る作業した方がいいかもしれない。ハサミとかであとはちょっとやった方がかな。はいね、これが取れて、はい、これで、まあね、ポンパドールはね、いろんなサイズ展開があるんで、おなじみのパーツもいっぱいあるかと思うんですけど、まずはこのボリューム感ですよね、この手のひらにはみ出んばかりの
感じだね。大きいポンパドール で羽の接続は結構ねこうシンプルな2個ヒートンが打ち込んであって、でちょっとラフな感じで稼働するような感じで、あ、でこのヒートン自体もですね稼働するような取り付け接続方法になってますね。で羽でほっぺたにねぶつかった時用のここにねこういう膨らみがあるんですよ。これ目じゃないんです。目はこっちですからね。でメガポンパドールと、書いてあって、バラさないためのねこれですよね。やっぱりどうするお尻でプロペラね。あ、このプロペラが結構太めのトルクフルな動きしそうなプロペラがラフな感じでついてますね。あのシャラシャラシャラっていう感じよりもチュパッチュパッっていうね捕食音出せそうな感じのすごい厚みのあるね、多分これステンレスだと思うんですけど、そんなプロペラがついております。で裏に説明が書いてあるかな。メガポンパドールでこれ大きさがですね 120mm でウェイトが 57g ね、そこまで重くないですね。だからそこまで超専用タックルがなくてもギリギリ投げれるサイズなんじゃないかな。まあでもそうですね、MH 以上ないとなかなかこの針がぶっといですからね、この針を貫くって考えるとちょっとやっぱり強めの針じゃないとどうかなっていう感じですかね。でポンパドールの超ハイアピールモデルとして誕生したのがメガポンパドールです。ボディの容積だけでなく巨大なウィングが生み出すクロールアクション、ガラス&真鍮ラトルの大音量サウンド、すげえ音しますね。可動式リアプロップが生み出す水飛沫、どれをとっても最大級の仕様が完成しました。複合したとんでもないやかましい感じがね、これすごいですね確かに。で、ただ大きいだけじゃないメガポンパドールの裏技、一般的に容積が大きいのはアクションも大振りになりがちですが、メガポンパドールは超デッドスローリトリーブで、その大きさから考えられないほどに繊細なクロールアクションを繰り出すことが可能です。何をしても振り向かないパスにメガポンパドールの超デッドスローリトリーブメソッドをお試しください。まるで磁石に吸い寄せられるかのようにビッグバスを呼び寄せることができるでしょうって感じで書いてあって、まずはこのオリジナルウィングですね、ここがですねビッグフィッシュとのファイトを想定した高強度ステンレス素材を採用、超デッドスローリトリーブからファーストリトリーブまで幅広く対応します。ボディとウィングのジョイントにあえてクリアランスを設けることによりより大きな金属音が発生するのも特徴の一つです。で、スイベル式腹合、さっき見逃してましたね、ここがこれスイベルになっているんで、こう魚側のロもうデスロールみたいな感じでバスが回グリングリンって巻いて針をテコの原理で外そうとする時も地獄がかりして、その回転に針が追従していくもんだからまあバレにくいですね。これね、ほんとここでこれ入ってるとほんとバレにくいんですよね。ちょっと話変わるんですけど、あのメガバスのですね、あのメタルバイブねのちょっと海用の大きなサイズのメタルバイブにこのスイベル腹に埋め込むシステムが採用されていて、でね、シーバスってほんとよくバレるんですよ。まあ口が柔らかいとかバシャンってねすごい勢いで食ってきてとか、なんか、まあ、あとはエラー洗いね、有名なエラー洗いして外しにかかってきたりするんで、でそれをあのメタルバイブなんかでかけようもんだったらまあよくバレるんですけども、
このねスイベル腹に埋め込まれたねシステムがあるとね、ほんとバレないんですよね。あのシーバスなんかもすごいバレなかったんで、すごいいい印象があって、あのねハンクルのシャットなんかにもこのシステムついてますよね。春先のほんと繊細なバイトしたバスが最後まで船べりに来るようにね、あのバレないように、そういったね、どうしてもバラしたくないっていうルアーにねこのシステムよくついてるんですけども、まあ、これもね巨大跳ね物もいろんな感じでバスかかるでしょうからね、その微妙なかかり方した時にこれが追従して、さらにこれが追従してだから鬼がかりしてバラさないよって、こういうことになってるんですね。まあ、ちょっと話が長くなっちゃいましたが、まあそのスイベル式フックアイね、ファイト中のバレを大幅に減少させる効果のありますという感じで書いてありまして、続いて可動式リアフック&プロップ、リアフックとプロップを一体にし左右に大きく可動範囲を設けることでリトリーブ時のアピール力が増強するとともにファイト時のバレを軽減します。これもね、これはもうすごいですね。この稼働でよりハイアピールしつつ、いざ魚が長くなったらもうバレねえぞ、ここにもですねバレない工夫が一つ入ってます。でマグネット固定重心移動システム、重心移動入ってるんだ。これパーツの空気抵抗が大きいクローラーベイトの飛距離を安定させるためにマグネット式固定重心移動システムを採用しましたということで、あそっか、飛行姿勢を安定させて、まあ、あとはねこの羽が折りたたまれるのプラス重心移動が入っていることによって、でマグネットで固定されている重心移動システムが入ることによって、ね、飛ぶとね、飛ばせるためのデザインなんかもちょっとあるんですかね。これ、まあ、後ろがすぼまっていて羽物得てしてこう頭が大きいからちょっと切りもみ状にね失速したりとかしやすいんですけども、このちょっとすぼまったお尻の方まで重心が行くことによって、で羽が畳まれることによってキューッとね気持ちよく飛ばせるようになってるみたいです。これちょっと釣り場でね試してみたいですね。で大音量サウンドはガラスラトルと真鍮玉ですねが中に入っていることによって、うるさいってね、こんな、やっかましい感じのルアーになってるわけですね。で大元のコンセプトはオーストラリアのですね、あの怪魚ですよね、あれを釣るためのルアーが結構この手の大きな羽物っていうのが、なんか主流みたいで、そんなところで、使うあのマーレーコットですよね、昔フロックの、新井さんがビデオなんかでやって、で近年もですねいろんな人がマーレーコットね狙いに行く映像作品なんかいっぱいありますけど、そんなルアーを狙う時に超巨大なこういったので、ガバッて出させるっていうのを釣るために、開発が始まったみたいにどっかで読んだような気がするんですよ。そういう感じ、まあちょっと輸出も意識しているのか結構細かくですね、この英語でのね説明書きもいっぱい書いてあって、もうそのまんまこれ海外にこうバンっていけるような仕様になっているのかななんていうふうに思いますけども、でもね日本も本当ね今ねこのビッグクローラーベイトね巨大羽根物、ね、大人気ですからね、自分もなんか出ちゃ買って出ちゃ買ってってしてるんですけどね、まああんまりちゃんと釣ってないのでこれはねちょっとタイミングでねまたボックスの肥やしにならないように、去年ねNZ クローラーで買った動画あげましたからね、あれ釣ったシーン釣った動画あげてくださいなんてコメント欄であるんですけどね、なかなかねなかなかね結構投げてるんですけどね、まあまだ釣れてないっていうね。ただねセミもすごいミン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 大きな声で鳴くようになってきましたんでね、あとは雨がね降ったタイミングとかそういったところでですね、まあただ雨が降った時ね本当ね俺のカメラがね弱いんですよね、ちょっと
とやってると電池交換のタイミングとかでちょっと湿気が入っちゃってね、もう真っ白なこう何にも見えないみたいなね映像になっちゃうんで、まあそこら辺のねちょっと雨の日でも快適に綺麗な絵が撮れるようなシステムをですね、なんかねまあ防水ハウジングなのか、まあ、なんかちょっと考えてですね、それでやっぱりどういう時に投げるのって言ったら、その雨でねちょっと水面がパチャパチャなって、あとは魚が低気圧で上ずって水面で反応しやすいよっていう時に、小さなねトップウォーターとかだったらなかなか見つけてもらえない状況の時に、このボリューム感、このサウンドで下からライズアップさせるってね、こういう使い方が一番狙いやすいんじゃないかななんて思いますんで、まあ、そんなタイミングでですね、ぜひ持ってちょっと使っていっていければななんていうふうに、考えております。何にしてもねこの可愛らしい色と、ね、あとは大きさジェンってしてますからね、ほんとねマイクロポンパドールなんかと比べるとね、まあでもいろんなサイズ展開があるから、そのいろんな釣り場に合わせてですね、うん、こっちの、まあ、関東の方だとね、ほんとマイクロポンパドールなんか餌みたいにね、タイミングによってはポコ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 魚が出てくれたりとか、あとは通常の一番オリジナルサイズなんかはね、ほんと亀山ダムなんかで開発進んだんでしょうから、おかっぱりなんかでね横の人がね釣れたーなんてね夕方とか見てると、で何で釣れたんだろうって見てると、ポンパドールだーみたいな感じでね、ほんとよく釣れてるルアーなんで、自分もそれにあやかってですね、なんとかこういったのでパシュンとね大迫力のバイトシーンが撮影できればななんていう風に考えております。というわけで本日の釣り子 TV はフィッシングショーの先行発売以来ですね、ついにですねこの夏発売が開始されたジャッカルの巨大羽物ね、ピッククローラーベイト、メガポンパドール、これを一つ買ってきてみたいな、こういった動画でした。はい、釣り子 TV でした。Thank you.